ベビーカステラ専門店の IB&D にやってきました。見てください、たくさん種類ありますよ。でもベビーカステラじゃなくてティラミスって書いてるんですよ。ほうほう。神戸市長田区にオープンして1年になる IB&D、 お祭りの屋台でおなじみのベビーカステラの専門店なんです。わー、美味しそう。焼きたてです。美味しそう。甘い香りがしてきそう、うん、ですが、うん、お店の一番目立つところにはティラミスとあるんです。ではプレーン味お願いします。はい、かしこまりました。少々お待ちくださいませ。トッピングもあるんですが、よかったらいかがですか。ぜひお願いします。はい、瓶に入ったティラミス、これにトッピングするのが上に。はぁ、なるほど。お待たせいたしました。はい、ありがとうございます。え、ベビーカステラがそのまま乗ってますね。はい、ではこのトッピングのカステラをティラミスにつけていただきます。豪快。たっぷりと豪快。カステラの優しい甘みと、うん、この次にこのクリームの甘みと合わさって、もう最高に美味しいです。美味しそう。どういうところから考えられたんですか。もともとこちらの本店でベビーカステラのパフェを販売してましたが、うん、コロナの影響とかもありまして、なかなかこちらに来ていただく機会も少ない、お客さんも多数いらっしゃいましたので、瓶の中にこちらでご用意しているベビーカステラ、ラスクッキー、ティラミス、すべてが入った瓶詰めというので、こちらの IB&D を広めるという目的もあって瓶詰めというのを考案いたしました。ベビーカステラを使った瓶入りのティラミス、店頭ではもちろんオンラインショップで多くの人に食べてもらえるようになったといいます。このティラミス、プレーンを含めてなんと6種類もあるということなんですよ。木内アナには一番人気のマンゴー味、そして浅田アナにはチョコ好きなのでチョコ味をご用意したいと思います、うん、はい、お待たせしました。スタジオに IB&D のベビーカステラを使ったティラミスご用意しました。いや、ちょっと甘い香りしますね。いい香りしますね、はい、で木内アナにはマンゴー、うん、で浅田アナにはチョコ味です、はい、どうぞ。はい、じゃあいただきます、はいね、このティラミスを、私たちはね、うん、上品にこうスプーンでちゃんとクリームをすくってね、私が下品みたいな、はい、やめてください。いただきます、うん、どうですか。おー、おいしい。うん、おいしい。ティラミスのソースとね、うんうん、このマンゴーのフルーティーなマンゴーソースの、うんうん、味がしっかりとマッチしてね、お合います。合いますね、これは。よかった、うん、ベビーカステラすごいふわふわで、うん、美味しいですね、うん、チョコクリームどうですか。チョコクリームすごい濃厚で、うん、結構甘党の人にはおすすめです、うん、あ、よかった、うん、でこのベビーカステラですね、兵庫県産の高級小麦、異人館小麦を使っていまして、で出来上がりがふわふわもっちもちになるのが特徴なんです、うんうん、で材料は卵と牛乳の他に米油を加えることでしっとりした食感になると。しっとりしてる。しっとりしてます、うん、よかったです。いや、美味しいですね。ちょっと小ぶりなんがまた可愛いです ね。そう、形も可愛いですね、うん、この瓶も可愛いんですよ。リスの絵が描いてあって、リスのこれね、味によって違うんですよ。あ、デザインが、デザインが、うん、そうなんですね。そうなんです。このカステラがどんぐりに見えてきました。どんぐりっぽい。そう、可愛いんですよ、形もね。でベビーカステラ専門店、うん、IB&D は JR 神戸線新長田駅から徒歩10分、うん、アスタ国塚3番館にあります。皆さんもぜひ行ってみてください。以上、4時のおやつでした。